マホト、マホト、マホト、渡辺マホト、お前何やってんだよ。お前久々にお前表に名前が出たと思ったら、お前何やってんだマホト。マホトお前、アイドルのズーミンと結婚して、結果お前未成年女子にクパー画像を要求したのがバレて、それ結局お前ズーミンと別れたらしいけども、なんか最近そのズーミンの家で突き飛ばして、お前なんか傷害容疑でまた捕まったらしいな。ネットニュースに出たぞ。マホト、お前 YouTuber を例の騒動で引退してからチャンネルガードマンの編集をやってたらしいな。ずっとチャンネルガードマンの編集をやったらしいけれども、お前後輩が頑張って活動続けて、その後輩に飯食わせてもらって、今度またそのしょうもないスキャンダルでまたいろんな人に迷惑かけんのかよ。マホトよ、お前の暴力癖は昔から治ってないな。リスナーに恫喝したり暴力振るったり、怒りを抑えらんないのか。マホト、お前は人間のクズだ。女性に手を挙げるなんて、お前クズ中のクズだよ。マホト、これからどうすんだ。これからどうするマホト。なあ、もうチャンネルガードマンは編集としてお前を使ってはくれないぞ。マホト、どうする。常識もない、金もない、歳いったからかっこよくもない、そもそも生き方がかっこ悪い。どうすんだよ。お前みたいなやつどこの企業も使ってくんないし、どの YouTuber も雇ってくんないぞ。これからどうする。これからの長い人生。まことや、俺柴田からお前に提案はない。マホト、お前は救わない。マホト、俺は思うんだ。お前みたいなクズにみんなが失敗してもチャンスをやるから、だからお前はああやらかしても誰かが助けてくれるんだって甘えが出るんだよ。マホト、だから俺はお前を救わない。お前を救わないことこそがお前のためになると思う。だからマホト、お前はコンビニのバイトからやり直しなさい。お前の友達の、まあ今はもう友達じゃないか、 PDR さんも元はコンビニのバイトだったんだな。あ、何もないお前はそこに戻るしかない。マホト、地に足つけて昼の多くの人がやる仕事をやりなさいな。ちょうどいいだろな。今はもうコンビニって言ったらスリランカ人とかインド人とか、そういう人は確かそういう人たちはたくさんいるだろ。そういう人たち混じってコンビニのバイトやりなさい。マホト、俺のパチスロパチンコ日本代表チャンネルは犯罪者更生施設ではない。だからお前は救わない。マホト、以上だ。もうこの業界に戻ってくるんじゃないぞ。それじゃ柴田でした。